こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますライカはこちら、バルナックライカの 1F というモデルですね。ご覧の通り、距離計ですね、ファインダーが省かれているタイプなんですね。といってもバルナックライカのすごく初期型のモデルというわけではなくて、ご覧いただいてますようにですね、シリアルが822501ですので、1956年のドイツ製バルナックライカ 1F ということになりますね。とっくにですね 3F とか他のモデルも出ているんですけれども、こちらはあえてですね、この距離計ファインダーを省いたモデルとなっているんですね。その代わりこちらご覧のようにホットシューが2つついておりまして、外付けファインダーとか外付けの距離計がですね、ダブルで使える仕様となっているんですね。なかなか使い手のあり面白いモデルとなっておりますので、ぜひですねチェックしてみてください。こちらはですね、このシンクロのメモリが赤い刻印で描かれております、まあ、通称レッドダイヤルですねと言われているモデルですね。では外観から見ていきましょう。はい、ご覧いただいてます通りですね、ストップカバーとか、底蓋全体的に非常に綺麗な状態で、ごくごく備品といって差し支えない状態だと思いますね。こういうダイヤルトップにもメッキの摩耗とかですね、見当たらないですね。はい、サイドのアイレットの削れとかストラップの跡などが見えませんね。底蓋も非常に綺麗で、三脚の跡とかこう地面に置いてガリガリっとやった跡とか、細かいすれなども全く見当たらないですね。もちろん落下してこう当たった跡なども全く見られないです。針側もこう欠けたり剥がれたりしやすい部分もですねしっかりとしておりまして、針側も 100% 綺麗な状態ですね。でもってひび割れたりとかですね、こう浮き上がってパキパキしたりもしませんね。この手にしっくりと馴染む状態をキープしております。はい、外観はごくごく備品でいい感じですね。はい、ではシャッターをチェックしていきます。こちらのモデルはですねスローシャッターの、モデルが、部分がありませんので、はい、一番遅いシャッターが25分の1秒ですね。はい、こちらが、はい、25分の1秒しっかりこう切れてますね。はい、計測次が50分の1秒になるんですね。はい、しっかりこう可変しているのがお分かりいただけると思いますね。でもっておそらくスナッパーなどではよくお使いになるこう100分の1秒ですね。はい、こうしっかりと切れておりますね。はい、シャッターもですね低速から高速までしっかりと確認しておりますので、安心してお使いいただくことができます。高速は500分の1秒までありますね。はい、でこのシャッターの感触とかこう巻き上げシャッターチャージの感触も非常に良くてですね、はい、ガリガリしたりとか滑りがあったりとかもしませんね。はい、では底蓋を開けていきます。底蓋開けても金属の色、サビ、汚れとか見当たりませんね。はい、オリジナルのスプールもしっかりと付属しております。はい、中身も非常に綺麗ですね。底蓋もしっくり閉まってますね。こうきつかったりとかですね緩かったりもしてないですね。シャッター膜もご覧の通り綺麗ですね。ひび割れたりヨレヨレになったりしてませんね。はい、光線漏れ窓は一切発生しておりません。付属品はこちらのボディキャップですね。ライカって大きく書いてありますね。はい、こちらのセットでお届けいたします。ということで、このままでも撮影にご視聴いただいて全く問題ない状態のバルナックライカ 1F ですけれども、念のため末永くお使いいただくために全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、はい、バルナックライカのですね、やや特殊な、まあ、研究用に使われたというふうにも聞いております、バルナックライカ 1F ですね。1956年のドイツ製のモデルとなっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。